皆さんこの動画を見ていただきましてありがとうございますこの動画を見ていただいている方の中でですね一つの仕事を続けることができなかったり また、育職場、育職場で不思議といろんなことが起こってですね、その仕事を続けることができなくなってしまったりとかね、また、あこれといった理由や事情がないのにね、えー、無性に、衝動的に仕事に行くのが嫌になってやめてしまったりとか、また精神が過敏で、人に会うととても疲れるので、えー、仕事に行けなくなってしまったりとか。 そのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたらぜひ一度当事院にご相談してくださいきっとお力になります